時刻は10時30分を回りました。皆さんこんにちは。池田あゆみのリファーラルフォーライフのお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いを形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております。パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております、ビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田あゆみです。この番組はリファーラル紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立てる情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスンラジオを配信しております。FM ギノワンを検索していただいて、ぜひアプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいね。ツイキャスはコメントもお待ちしております。さてさて、もう7月真っ最中ですけれども、本当に暑い日がね続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう連日猛暑でね、危険なぐらいの暑さなんていう表現を本当に耳にすると思いますけれども、もう本当むやみに外に出ない方がいいなっていうような日が続いております。ぜひですね、本当に用がなければ涼しいお家の中にいていただいて、その中でできるようなことをね探していただく方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。もうね、沖縄はもっともっと暑いと思うんですが、まだ沖縄ね海があるから海風とかで過ごしやすい部分もあると思うんですが、私は今日はですね、まあ、地元埼玉からなんですが、埼玉は海もないし山もないし、本当にね何にもない平たいところですから、涼しさっていうのを感じる場所がなかなかなくてですね、本当にもう朝もう暑くて暑くてたまんないと思って起きるのが毎日になってきました。まあそんな夏ですけど、楽しみ方いろいろあると思います。そろそろね夏休みもうワクワクして待ってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ただね、やっぱこの中ですから本当にまあ、コロナもねまだちょっとね落ち着いてない中に、今度熱中症っていう問題もありますからね、皆さん本当に、お体気をつけてお過ごしくださいね。熱中症といえば、実は私自身がね熱中症を本当に体験してまして、もうどれぐらいだ10年ぐらい前になるんですけどね、本当に突然急に分かんなくなっちゃって意識なくなって倒れちゃったっていう経験があります。もう なんかでフラフラーっとして、なんかその日はね朝からちょっと気持ち悪いなとかムカムカするなっていうのは思ってたんですけどね、でまさか自分が倒れるとも思ってなかったので、なんとかなんとかこう日常の生活というか、まあ、仕事もしながらしてたんですけど、午後になってから本当にもうなんか目が回ってくると思って、なんか船に乗ってるような感じになってきちゃって、でそのまんまもう分かんなくって意識がなくなってしまって倒れたっていうことがありました。もう夜になって帰宅したね家族が私を見つけて、7時間ぐらいその意識失ったまんまだったので、本当にねよく生きてるなって私も今思うぐらいなんですけど、でもそれぐらい本当に熱中症って怖いなっていうことも体験しました。でそれだけじゃなく、もう私それで救急車で運ばれたりしたんですけど、その後ももう1週間以上ですかね、体が本当に脱水状態ですから、もう筋肉がなんかヘナヘナになっちゃって、体中がもう痛くて節々が、でなんかね何やるにも力が出なくって、その後のね1週間10日ぐらいがまた辛かったという経験がありますから、本当に皆さんね水分をよくとっていただいて、お水だけじゃダメですからね、塩分とか糖分とかちゃんと体の栄養を考えながら、お口からちゃんととっていただいてお過ごしください。そんなね、真夏を迎えておりますけれども、今日も暑くて素敵なゲストの方をお招きしておりますので、早速お呼びいたしましょう。
子どもの森保育者、そして株式会社ライフイズで代表取締役を務めていらっしゃいます。またジャズシンガー、スハニーとしても大活躍していらっしゃいます。石尾ひとみさんをお招きしました。石尾さん、こんにちは。こんにちは。リスナーの皆様、こんにちは。はじめまして、よろしくお願いいたします。はい、今日はご参加いただきましてありがとうございます。お招きいただきましてありがとうございます。もうね、めっちゃめちゃ楽しみにしておりました。はい、ぜひご自身からも自己紹介をお願いいたします。かしこまりました。はい、ただいま、ナビゲーターの池田さんからご紹介いただきました。私、子どもの森保育者という名前で、認可外保育園を横浜駅から歩いて5分ぐらいのところで22年、経営してるんですね。そしてその経験を生かして新しく保育園を作りたい方や学童園を開きたい、自分のオリジナルの、こうメソッドで、子どもたちにたくさんの幸せを与えたいというそういうふうに考えているような方に対してですね、それを伴走しながら一緒にお手伝いするというコンサルタントの仕事もさせていただいております。そして、はい、全ての子どもたちにこう本当にこう、幸せな子供時代をね、過ごしてほしいっていう、そんなことを、いろいろと事業化しております。さっきもご紹介いただきましたが、スハニーという名前でジャズシンガーとしての音楽活動もしてます。よろしくどうぞお願いいたします。はい、ありがとうございます。私と石尾さんとの出会いはですね、一番最初は2016年かな。ですね。うんうん、アメリカで、そうですね、お会いさせていただいて、うんうんうん、その時は本当にご挨拶程度な感じだったんですけども、はい、ご活躍の方がね、またジョインしてくださったなっていうふうに、思っていたんですけれども、その後ですね、私の講座ご受講いただいて以来、もう今となっては私にとってもなくてはならないパートナーの一人ということで、もう女性経営者としては大先輩でいらっしゃいますし、本当にいつもね、元気をいただけるような、エネルギーいただけるような存在、そんな存在なんですね。いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。ね、今ね、子供の、保育園の事業、そして保育園をこれからやりたい方たちのためのサポート事業ということと、もう一つ、ね、ジャズシンガーというまた全然違うジャンルのこともやってらっしゃったり、あとはまたね、はい、ラジオパーソナリティもやってらっしゃったりですとか、うんうん、あとはこれね、ツイキャスでご覧いただいてたりとか、後ほど YouTube で、ご覧いただく方はお分かりになるかと思うんですけど、後ろにめちゃめちゃかっこいい素敵なね、はい、はい、お写真ありますけど、うん、この辺もぜひお伺いしたいなっていうふうに思ってますが、はい、石尾さんは、ね、いろいろなお仕事をされてらっしゃいますけれども、どんなお仕事をやってらっしゃるか改めて、お伺いできますか？はい、最初にまずこの写真のことから言い訳させていただくとですね言い訳、はい、こちらはですね、竹富島のコンドイビーチっていうところなんですよ、はい、で本当にこう潮の満ち引きで、はい、潮が引いた時だけこう出てくるようなところなんですよね。で、私ここに行ったの35年ぐらい前の写真なんですけれども、はい、台風の後でこの綺麗な砂紋が出まして、はい、で、ここで撮った写真です。プロのカメラマンと一緒に行ってたんですけども、この写真が当時羽田空港とか那覇の空港とかにですね、畳1畳ぐらいの大きさで展示されて、沖縄観光局のポスターにもねしていただいたっていう、そんなね経験があります。うわかっこいい。いやもう本当にこの日の空が今でもこうなんかまぶたに浮かぶというか、もう本当に生きてたどり着いた天国みたいなね、そんな感じ。私も沖縄が大好きなんで、はい、もう今日もすごくね嬉しくて参りました。はい、そしてですね、そんな雑誌の仕事とか、ライターの仕事とか、モデルの仕事とか、メディアに出るような仕事と若い頃はしてたんですけれども、私子育て歴30年、はい、ちょうど今30歳の息子が一人いるんですけれども、その子をこう自分が親として持ったことから、子育てっていうことのいろんな社会の課題とか、そういったことにすごく自分自身も直面したし、こう、たまたま生まれてきた時に男じゃなく女に生まれてきたってなってくると、はい、やっぱりその仕事と育児の両立っていうのは私だけの課題じゃなくて、本当にもっともっと日本の社会の女性がこう、笑顔で生きられるような、そんな世の中になったらいいなっていう、もう本当に素朴な、そんな気持ちからですね、
2000年に保育園を経営し始めたんですね。でその時は私もまだ当時30代で、はい、これから先ずっとこの事業を続けていくっていうことに対してあまり深刻には考えていなかったように思うんですね、今はね、うんうん、ただやっぱりやっていくにつれてお預かりしているお子さん、成長を見守っているお子さんを、ね、もうこれでやめますなんてとてもじゃないって言えないわけで、うん、それをずっとずっと続けながら22年、今23年目というふうに、ね、月日が経ってきたんですけど、やりながらですね、やっぱりこういろんなことを考えている中で、一つ直営のそういった施設の経営もやりながら、その他にもまだまだ世の中のためにアクトできることがあるんじゃないかなって思ったことから、まあ、特にその2000年以降の待機児童の問題とかね、皆さんも耳にしたことあると思うんですけども、うん、そういったことの問題、あるいは、保育士不足という、またこれが大きな社会不足、社会問題がありまして、こういったことにも、まあ、一石を投じていこうということで、一つ一つこうね、事業が増えてきたかなっていう感じですね。はい。そして、そのもう一つの、そのジャズシンガーの仕事っていう方なんですけども、はい、私、子供の頃から音楽がすごく大好きで、はい、親とか先生から褒められるっていうことがですね、音楽に関してだけだったんですよ。そうなんですよ。もう本当に、あんまりこう勉強のできる子だねって言われたことはないし、ただ、ピアノを弾いたり歌を歌ったりするとよくできる子だねって言われるんで、はい、もうとにかくそのことに自分は何か自分のなんか能力を、こう開発していくキーは音楽にあるんじゃないかなって、子供ながらにその音楽っていうこのもう本当にですね、そのわらをこうたどりながら歩いてきたというようなことで、大人になってからですね、30代になってからプロのジャズシンガーとしてジャズクラブでステージに立つというようなこともさせていただくようになり、うん、CD もリリースさせていただいております。はい、はい、ありがとうございます。もうね、本当多種多彩で、いらっしゃるんですけど、いやこれね、ラジオから音声だけだとね、ちょっと見れなくて申し訳ないんですけど、本当にね、今ね、石尾さんの後ろのこのね、バーチャル背景にすっごい素敵な、今日、超ナイスバディな白い水着を着られた。この腕はこの腕ですみたいな。立ってらっしゃるんですけども、もうこのね、沖縄の竹富島のこの風景と、本当にね、もうね、かっこいいとしか、ね、かっこいいっていう言葉がすごい合う。すごい綺麗な絵を今後ろに立ってらっしゃるんですよね。もったいないお言葉を。うん、この頃二等ブームだったんですよね。ああ、なるほど。そう、うん。じゃあその最先端で、もうこのポスターを見たくて多分空港に行く人もいたかもしれないですね。うん、まあ、そこから、ご自身もお母様になって、ね、はい、子育ての悩みとか、いろいろ試行錯誤、これはもう皆さんがご経験されていることだと思うんですけれども、まあ、そんなご経験を生かして今度保育園の経営ですとか、はい、今度はそのお子さんたちを見る保育士さんたちの問題とか、うん、まあ、多角的にですね、子どもの将来ということをお考えになっていらっしゃるということですよね。うん、ね、その経営者としての手腕というところでも私も本当に尊敬しているところなんですけれども、ね、これをどん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 形にしていかれるのがこの石尾さんの素晴らしいところだなというふうに思っておりますけれども、そしてまたジャズシンガーとしてもですね、うん、私もライブにも行かせていただいたりしてるんですけど、ありがとうございます。あ、かっこいい、しびれますよね。ありがとう。うん、ね、そんな石尾さんの、まあ、歌もそうですけど、一つ一つにめちゃめちゃね、こう、なんていうんですか、パワーがあっていろんな思いを込めていつもこう精力的にやってらっしゃるなっていう印象があるんですが、いつ寝てるんですか？結構ね、私ね、睡眠時間はね、取るように最近してるんですよ。はい、で結構若い頃はショートスリッパーとかね、それがね、うん、かっこいいなみたいな感じで、はい、もう寝るのはもったいないっていう風な感じで働いたり活動してきたんですけれども、はい、最近睡眠負債っていう言葉なんかが結構
聞かれるようになったじゃないですか。はい、ね、その睡眠しないでショートスリーパーで行くと結局その負債が積み上がって大きな病気になってしまうとかね。はい、なんかそんなこともだんだんこう気になるお年頃になってきたのか、最近はね、結構あの意外とね、6、7時間は寝てるんですよ、これでも。そうなんですね。そうなんです。偉いでしょ？すごい、すごい。翔さんとはね、私も、私のアセンティブの今、認定トレーナーでもいらっしゃるので、はい、一緒にスイスまで行って、そう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 、ルームメイトで ね、一緒に楽しく過ごしたりとか。はい、もうね、まあ、時差もあったりもするんですけど、うんうんうん、私はもう早く寝ちゃう方なんですけど、塩、うんうん、さんは私より絶対先に寝ることはないし、また早く起きてね。私が起きた時にはすでにもう一仕事も二仕事も終わらせてらっしゃるっていう、いつ寝てるんだろうっていうぐらいやってね。でももういろんなところに観光もしたりして本当に楽しい、楽しかったね、はい、ですよね、うんうん、イタリアからね、車でスイスの コモコなんかも寄ったりしながらね、はい、観光して、そうですね、うん、スイスのアスコナ、本部のあるアスコナまで一緒に行ってという、うん、まあ、そういうことも一緒に体験してるからこそ、やっぱこうお互いになんか応援したいなっていうふうに、ね、うん、なってくる、まあ、その私たちの仕組みを本当に伝えてくださってる伝道師だなっていうふうに思っているんですけども、はい、そんな石尾さん、いろんなお仕事をしてらっしゃいますけれども、じゃあなんで、まあ、いろいろね、理由があったり、思いがあるとは思うんですけど、まあ、今、トータル的に、お子さんの育成ですとか歌でいろんなことを伝える、そんなお仕事をしているんですが、なんでそういうお仕事をしていらっしゃるんでしょうか。はい、これね、話し始めると番組全部使っちゃいそうなのでね、ちょっとね、キーワードだけね、お話ししようと思うんですけど、うん、そのさっきも私が申し上げたように、そのもう音楽が私の何か、自分の人生にとって、生きていくのにとって何かキーがあるんじゃないかなと思って、必死にそれにつかまり続けてきたんですね。で、今もう本当に私も確かに思うんですけれども、この音楽っていうものがあったからこそ、いろいろな出来事を乗り越えてこれたなって思うんですね。で、たまたま私にとってそれが音楽だったっていうだけで、もう一人にもういろんなその何かあると思うんですよね、その宝物、ギフトっていうのが。なので、その私はこういう言葉で表してるんですね。This is me, I'm okay. この音楽を愛しているこの私、これこそが私なんだ。そして私はこれでいいんだ。生きていっていいんだ。ここにいていいんだ。この世にいていいんだって。そんな風な気持ちで、私は生きてこれたなっていう実感があって、だからこそ、どんなに忙しくても音楽活動だけは絶対手放さないぞという感じで、音楽をね、やってきました。そして、その子供たちに、その、This is me っていうものを見つけてもらいたいんですよね。なので、例えば、まあ私のその経営している保育園の中では、様々な、まあ、芸術活動、いろんな造形だったり、描画だったりとか、はい、ね、そういったものもある。それから音楽活動、いろんなリトミックだったりとか、はい、打楽器を使ったりとかもいろんな活動があります。また、今度は言語の活動、私たちの母国語だけでなく、他の、外国の言葉も、少しこう覚えたりとか、そしてコミュニケーションしたりとか、そういった活動もあります。また、身体活動とか、はい、野外での活動とか、いろんな活動に子どもたちが出会い、そして何かこれが僕なんだ、これが私なんだっていうね、This is me っていうのを掴んでほしいんですよね。そしてそれが I'm OK、ね、そういうふうな自分の自己肯定感なんていう言葉で最近よく使われますけど、はい、そういった気持ちを持って、成長していく子どもたちをたくさんこの世に出していきたいなって。私が音楽のおかげで今日ここにこうして、自我が本当にこうあるように、そういったこう子どもたちにも、何かその、サムシングを見つけてですね、そしてその胸を張って生きてほしいなって、そのことのために私の人生の時間を使いたいなって思ってるのが、私がこの仕事をやってる、これは音楽やってる理由でもあり、はい、私が事業をやっている、その理由でもあるんですね。はい、はい、ありがとうございます。この This is meI'm OK、うんうん、これはすごい素敵な言葉ですよね。嬉しいです、うん、
これをよくね、石尾さんが This is me, I'm OK っていうのを、うんうん、もう何度も私も聞いたことがあるんですけど、うんうん、わこれは自分自身に本当に、自信を持てる、前に進める、うんうん、勇気をもらえる言葉だなって聞くたびにいつも思っています。うんうん、嬉しいです。そんな風に思える子供たちがいっぱいできたら、本当にこの世の中って明るいものになっていきますよね。なりますよね、うんうん、そしてまたそんな、自信を持って頑張ってるお子さんを大人たちがもっともっと応援したくなる、うんうんうん、そんな世の中に本当に変わっていくんじゃないかなっていうふうに思いますよね。今はこう自分にこう自信がないとか、なんか自分の存在をなかなか認められないとか、そういうところで、もしかして苦しんでらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、これは This is me, I'm OK って子供だけじゃなくっても大人にも魔法の言葉になるんじゃないかなっていうふうに思いますので、そうですね、はい、そんな言葉をずっと発信していらっしゃるからこそ、石尾さんのね、この子どもの森保育者さんで、すくすく育った、素敵なお子さんと、そしてそれを支えていかれる保育士さんと、まあ、すごいそこだけでもね、輝かしい社会ができてるんじゃないかなっていうふうに思っています。ありがとうございます。はい、そんな石尾さんには、じゃあどんな方をご紹介したらいいですか？うん、はい。まずですね、結構ね、これね、そんな人いるんですかって言われるんですけど、いるんですよ、はい。自分の保育園を作りたいって思ってるような方。それから、最近はね、結構ね、小学生のサードプレイス。学校でも家庭でもなく、その学童園っていう風な、はい、そういったものを作りたいっていう人もね、結構いるんですよ。なので、そういった、でも、子供のこと、その、いろんな制度もわからない、ね、どんな、ことを用意したらいいのかわからない、何もわからない、ね、そういったところからで大丈夫なので、保育園を作りたい、はい、学童園を作りたい、子どもたちの何か力になりたいっていう方、はい、そういった方をご紹介していただくのが一番嬉しいのと、はい、あと、いろいろなそのお子様を持っているその保護者の方々ですね、はい、今自分の子育てこれでいいのかなって、迷ってたりとか、そういった方にも、多分いろいろなヒントが差し上げられると思うので、そういった方のお悩み相談もいつでも私は嬉しくお待ちしています。はい、ありがとうございます。はい、これはね、お子さんの本当場所っていうところを作るにはやっぱ大人の責任ですからね。でもそれをやっていきたいっていう方、でもそのやり方が分かんないっていう方でも全然結構ですので、ぜひですね、ご興味、ご関心をお持ちの方は、石尾さんと一度ね、お話ししていただけるといいかなというふうに思います。ぜひ、お問い合わせは、FM 機能は、もしくはアセンティブジャパンのホームページまでお問い合わせください。今日は本当に私が大好きで大好きで、本当に尊敬している女性経営者のお一人でもあります。子供の森保育者、そして株式会社ライフイズ代表取締役、そしてジャズシンガーサーニーとしてご活躍いただいております。石尾ひとみさんに、ご参加いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。では最後に番組からのお知らせでございます。私のリファーラルマーケティングのセミナーですけれども、まあ、毎月やっているオンラインのセミナー、そしてリアルでやっているセミナーと今日もご紹介させていただきましょう。まずは今月ですね、7月20日、オンラインでリファーラルマーケティングセミナー、オンラインセミナー&説明会やっております。時間は2時から4時半になりますね。そして、リアルですけれども、沖縄でのリアル講座ですね。もうこれも本当大好評いただいておりまして、たくさんの方に毎回ご参加いただいております。リアル講座は8月6日、これはワンデーセミナーですね。午前中はリファーラルサクセス101といいまして、リファーラルマーケティングの基本の木っていうのをね、皆さん3時間でダイジェストでね、お届けするような、これ座学なんですけれども、どうやって紹介っていうのをもらえるんだろうか、紹介ってどうやって生み出していくんだろうか、そんなことを学んでいただくようなお時間です。そして午後からは、ルームフルオブリファーラルズ。これはディスク理論というのをもとに行動心理学になるんですけれども、人にはそれぞれのスタイルがあって、自分のスタイルを理解し、また相手のスタイルを見極めることによって、コミュニケーションが円滑になりますよ。それによって紹介をもっともっともらいやすくなったり、チームビルディングですとか、周りの方たちとの、
コミュニケーションをどんどん良くしましょうというような内容で、もうこれは本当にですね、多くの方たちがご参加いただいて、もう椅子から転げ起きちゃったりとか、腹筋が痛くなっちゃったっていうぐらいギラ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 笑うような、そんなセミナーになっております。ぜひですね、こちらもリアル会場でお待ちしておりますのでご参加ください。お申し込みはアセンティブジャパンホームページイベントの方からお申し込みお手続きいただけるようになっておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。はい、もう本当ね、夏真っ最中です。青い海が恋しくなっている方たちはぜひですね、沖縄の方に、お出向きいただきたいというふうに思いますし、まあ、暑いところだけじゃなくてね、全国各地素敵な観光地もあります。今年はやっとね、このコロナの影響も少し、頓挫してきたので、ご旅行にね、待ちに待った旅行に行ける方もいらっしゃると思いますので、ぜひ素敵な時間をお過ごしください。本日は月曜日、1週間の始まりです。どうぞ皆さん、暑いですけれども、ね、お体に気をつけて素敵な1週間をお過ごしください。お仕事中の方、ちょっとお耳を拝借しておりましたけれども、これからも頑張ってください。運転中の方は、この後ね、気をつけて現地まで行かれてくださいね。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お相手は池田あゆみでした。また来週お会いしましょう。いってらっしゃい。